海と日本プロジェクト in 徳島。8月24日に美波町の伊佐里漁港で海女の仕事体験、海女ちゃん養成体験塾が開催されました。この催しは2012年から毎年行われており、実際に海へ潜って海女の仕事を体験することで、伊佐里の自然に触れながら地元の方の暮らしを感じられるイベントです。主さんに教えてもらう感じで、サザエ見つけたりヤワメ見つけたりしたのがすごく楽しくて、伊佐里の人もなんか漁師さん増えてたりとかで、なんか賑やかになってるのかな。海きれかったですね。でそんなに深くないところでもサザエとかウニとかのサイズがすごい大きいので、やっぱりそれは漁師さんたちが小さいなものを取らずに大事に育ててるってことなのかなって思いました。この日は12人が参加し、午前中は地元漁師の指導のもと漁港付近で素潜り漁を体験し、アワビやサザエなどを捕まえました。波が穏やかで海の透明度も高く、黒アワビやメガイアワビなど高級な貝が大量でした。昼食では取れたての海の幸を囲んで、地元の方と参加者で親睦を深めました。午後からは少し沖に出て自由に素潜り漁を行い、参加者は伊佐里の海を満喫していました。人口減少が進むことによって、漁業者の海女さんの数も少なくなってきている、これをなんとか維持したいというのが始まり、地球温暖化という問題がかなり進んでくるとアワビがいなくなる、海女さんも必然的にやっぱりいなくなる、そうなってほしくはないと今願っていますけど。海と日本。